J2 リーグの第40節清水熊本の一戦、ホームの清水がオレンジのユニフォーム、そして熊本は白のユニフォームです。 J1 自動昇格へ残りの一つの枠を争う清水、前節は今シーズン初ゴールを挙げているという山原。さあ巻いてきたボール、ヘディング、クロスバー、もう一度いけるか。そして熊本に帰りたいというその中の戦い、一方それを崩していこうというのが清水。サンタナからカルリーニョス、そしてパスを選択、ここが空いていた、左足のシュート、セーブ、まだある、もう一度、中山のシュートから斜め45度からのこの山原、狙ってきた、クロスバーの上。そうですね、まあ、自分たち、あっとここがミスになった。そしてチアゴ・サンタナ、チアゴ・サンタナ左足、ボールを止めて最後は利き足の左、手を上げていたのが平川ですが、その平川ボールを入れていきました、シュートだ、先制のラスト熊本、いやしかしこれはオフサイドフラッグが上がっていました。山原から前、カルリーニョス、そして乾、さあ連携つながっていく、乾から中山のシュート、反転から中山、乾選手は原選手に出したのかなっていう印象あるんですけれども、熊本のディフェンスやっぱり2人はつききれないので、この間で中山選手ターンした時にコース入れなかったですよね。先ほどはショートコーナーを選択しましたが、さあ今度は平川、ニアサイドヘディング、これが入ったかどうか、持ち込んだ、これが決まりました、最後コーナーで清水の選手のプレーエリア外からのヘディングだったんですけど、誰でしょうね、今ヘディングシュートで終わりたかったんですけど、そうですね、ただここも奪った、島村から前出した、左足のシュート、逆転ゴールは熊本平川、これ押し込むんですけれども、前半と打って変わって、こう前線での高い位置での守備からフィニッシュに入ったんですけども、これもまた相手陣地内での、そして前で高い位置で奪って熊本です、細かいパス竹本、さあ後ろからのプレスバック、カルリーニョス、さあまだ熊本、伊藤です、伊藤のシュート、強烈なシュートが決まりました、これが熊本のナンバー10ないですよ、ね、ただ伊藤選手ここらぐらいのシュートエリア持ってますので、これ自信持って振り抜きましたね、コースもファーサイドに完璧に振り抜いてます。清水、乾が中、そしてヒール、岸本中に入れてきた、ヘディング、北川のヘディングシュートですがミートすることはできず、そしてここで試合終了の長い笛、ロアッソ熊本今シーズン初の逆転勝利。